前回のレース、阪神の2歳はね、メス。3連覆当てました4 9十0きたね。だけどね、3連単で開けたかったね。むちゃむちゃ、前回の動画でもやったけど、 もうホットショックねマジでそこだけがまあだけどねまあ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 いいでしょうで今度朝日杯フューチュリューティーヨですじゃなくて朝日杯 FS <laughs> でそこをね今回今週ねやっていくんやけどね明日かこの動画撮っとるのはもう明日やもんでねいろんなねまたテレビとュ YouTube をねむちゃむちゃ見ましたよ、まあ、私はまあ任、まあ、してください。 でねえねえまあやっぱね押すところがねみんなねサオ,ルオスサオリオスサオリオスとかねレッドベルジュールとかねやっぱねやっぱ一番に間人気をみんな押すんやけどねだけどねやっぱこれはねもう個性の問題もねもう,もうしょうがないと思いんやがって。 だからねやっぱね自分ら庶民はだいたい平均的にやっぱ自分の個性でやっぱ行ってま部分もあるもんでここはねやっぱね自分も行っちゃうですまあまあこれはありあるないけどね競馬でも競輪でもなボートでも何でもそうなんやけどね <laughs> 結局自分なんやね。と <laughs> いうことでね 自分の予想ってお欲しいね。これ。これで、ね。出たよ、これ。1、2、3、4、5、6。6と。だけどね、これはね、14番はね、もう本当にもう俺の大穴。これね、もう火曜日からもう気になっとったやん そうしたら、YouTube 見たら、すげえ押してくる人がおったもんで、うわ、間違えねえかなと思って、<laughs> ついに入れちゃった。これ <laughs>。だけど、ありえんことねえと思ったよね。だからね、今回もうちょっと当てに行ってね、もう2連単。2連単買っちゃうね。マジで。もう26812、1416。もうこれ全部。全部で。 で、ボックスでもう30組。もうこれ、鳥紙覚悟。<laughs> もう硬い,いやつが来たら、もう鳥紙覚悟。これ。完全に鳥紙。だけどね、もう14とか多分ね、16とか絡んできたらね、これ多分鳥紙は死んだ絶対に。そうやね、多分そういう感じやと思うよ、多分。絶対に。あとね、そうやな。 まあ2、14、16で来たらもう最高だね、これ。うん、そやね、6、8飛んだらもう、すごいことになると思うね。まあだけど、俺の中でも8、12がもう、本命やと思ってるで、あれだよね。もう、だけど2が、2番のね、このアンフィが、まあ先頭に来るとは思わんねけど、ただね、ゲームのシミュレーション見とるとね、 戦闘はアンフィー。戦闘はアンフィーとかって言われるとね、なんかね、アンフィー来るんじゃねえのみたいな感じでね。あとはもう16番のこのルメールがね、もうどうしても外せ。なんかね、まあ1着に今日しろだけども2着3着に来るんじゃねえかなって思うんやけどだけども、ひょっとしたらっていうのがあるんだよなそう。 あとね、前のレースの時にね、逃げるのがそこまで逃げたとかっていうぐらいやっぱ逃げちゃったで、うーん、だから怖いんだよな。だ前は逃げ馬は垂れると思ったんだけど、垂れなかったで。しかも今日土曜日見とったけど、もう逃げ馬が大体入ってくるんだよね。その逃げ切ってまたっていうレースもあったで、うんなんか、 最近そうなんかなってかっていうなんかその流行りじゃねえけどねうんなんかそういうふうじゃないかなと思ってなんかもうちょっと外せない部分があったらもうちょっと怖くてボックスでってで3024で5000円まあ100円で買っても5400円まああとはねまあ買い方次第でまああとは皆さんがまあね九九で買うならあれやしまあこれをちょっと削るなら削って いただければ多分いいと思う多分これでね決まると思うんやけどな相当すげえことはないと思うんやけどねどちらかっていうとね、うん、難しいところやと思うけどあとね、うん、なんでねあの7番のやつ切ったかってね「京杯」かな 胸肺は今までの事例では来てないっていうことでね私は切りましたまあだけどねこれがまた記念日になる可能性があるんだよねこれが怖いとこなんだけどねまあだけどあえてもここはもう切りましたっていうことで今度ね来週22日 アアリバモンドアイが来るでここはねもうちょっと絶対撮りたいとこもあるもんでまあまあとりあえずここで撮ってちょっと軍資金を増やしたいと思うもんでこの動画を上げたいと思いますのでよろしければグッドボタンを押して,てあとは見よろしければもう登録チャンネル登録をお願いします。まままたたお願いいししすありがとうございました